不要ンは中華料理の一つで中華風のオムレツである。エッグフーヤングという料理名は関東語に由来しているが調理法は上海料理に由来していると考えられている。日本の中華風料理、天津飯インドネシア風中華料理の風雲杯、チャプチャイとご飯のセット溶き卵にひき肉、エビ、カニ、チャーシュー、金華ハムなどを混ぜて焼き上げる。この他に、もやしや、 タケノコ、キャベツ、玉ねぎ、キノコ類、クワイなどを食材として用いることがある。日本でポピュラーな中華料理で、カニ玉とも呼ばれる、不要ガニは、不要ンの一種でカニ肉を用いる。また、不要ンから派生した料理として、天津飯がある。インドネシア中華料理にも、不要ガニがあり、現地では、風雲杯と呼ばれている。風雲杯の中身には、通常人参、もやし、 キャベツ、カニ肉を用いる。風雲杯は、トースヒシをかけて、グリーンピースを散らして供される。オランダでも、風雲杯と呼ばれ、甘いトマトソースをかけて供される。イギリスの中華料理では、不要炭は食材を卵に混ぜ込んで型焼きにしたオムレツであり、ソースもしくは、グレービーと共に供される。アメリカ風中華料理では、少なくとも1930年代に、 不要炭が取り入れられ、卵、野菜、肉もしくは魚介類を混ぜ込んだパンケーキ状の料理が生み出された。また、アメリカ合衆国の地方独自の不要炭として、ミズーリ州のセントルイスにセントポールサンドウィッチがある。これは、不要炭にマヨネーズ、イノンドのピクルス、レタスやトマトをパンに挟んだ料理である。朝鮮風中華料理のチャジャンポックンパワー、不要炭に似た料理である。 チャジャンポックンパは、チャジャンと白米を炒め、上から炒めた卵を乗せる、もしくはオムレツを乗せた料理である。マレーシア料理には、デルルブンクスと呼ばれる不要炭に似た料理がある。この料理は、時期通りには、卵包みを意味し、鶏肉もしくは牛肉、玉ねぎ、マッシュルーム、野菜の味付けしたものを、薄焼き卵で包んだ料理である。タイには、台風中華料理として、 カイチャオヤットサイと呼ばれる料理がある。この料理は、地期通りには、詰め物を押した卵炒めを意味する。一般的な調理法では、豚ひき肉と玉ねぎのみじん切りを用いる。ベトナム料理の TRNGHP は、不要炭に似た料理である。ありがとうございます。